原点である敵にダメージを与えた者が勝つ。私はそんな日本の MMA が好きだ。やはり彼は帰ってきました。ドリームライトヘビー級王者ゲガール・ムサシ。2006年のウェルター級グランプリ1回戦で滝本誠を下したプライドデビュー戦当時は20歳でした。その後15連勝の間に2本のベルトを巻き、 K1 でも武蔵京太郎2人を倒しています。しかしまだ25歳、ゲガール武蔵。試合に先立ちまして両選手の国歌を吹奏します。皆様ご起立をお願いいたします。 Ladies and gentlemen, please stand for the Japanese national anthem.まず泉博選手の母国日本国国歌の